平野紫耀、ワイルドな新たなスタートへ。最古の告白が森田号への憧れを思い出させる。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。 タレントで実業家のサイコが6月6日、自身の YouTube チャンネルで元キングピンス以下、キンプリの平野仕様に対するファンであることを告白しました。この告白に多くの平野ファンがネット上で反応を示しています。動画ではドンキホーテで購入した商品を紹介しながら、サイコは興奮気味に話しました。 店内で聞こえちゃったわけンプリの歌がパッツって見たら平野潮くんが宣伝してたのこのシャンプーと。そして先月まで平野が CM キャラクターを務めていたヘアケアシリーズジュレーム IP を紹介しました。さらに平野が広告で髪が綺麗な人が好きって言っていたんです。だから買ってみた平野くんに使われちゃったらもう無理です。全部買っちゃうんです。 と語り、同時に、オタク発動、ただの、死活、などのテロップが表示されました。この告白に対し、ネット上では、サイコって平野のファンだったの死活しているなんて驚きです。ダルビッシュ有の元妻であるサイコが潮君に魅了されているとはすごいですね。などの反応が相次いでいます。さらに、サイコがかつて TBS 系バラエティ番組、学校へこう、 デ V6 ロクの森田豪と共演していたことを思い出す人々も多く、用君が憧れている剛し君と共演していたサエ子が、用君を応援しているのはなんだか嬉しいですね、といった好意的な声も見られます。平野潮の強めのパーマは森田豪の影響を受けているのか平野が山下智久に憧れていることはよく知られています。 が最近は森田のこともリスペクトしている様子です。2021年11月に配信されたインスタライブで、平野は V6 のラストコンサートで森田の姿を見て、一目惚れした、と語り、特に髪型を、めちゃくちゃかっこいい、と感じたそうです。その後、平野は一時期、長髪に強めのパーマをかけていたことから、森田の髪型を真似している、との噂も広まりましたね。 と、芸能記者は語ります。平野は先月22日をもってジャニーズ事務所を退場しました。一部の週刊誌は1年ほどの休養期間を経て海外での活躍を目指して再スタートするのではないかと報じています。ジャニーズ時代は王子様イメージが強かった平野ですがその素顔はワイルド系とも言われています。 そのため、今後、平野がタトゥーを入れるのではないかと予想するファンもいるようです。と、同じく芸能記者は話します。サエコの告白に加えて、芸能界でも多くのファンを持つ平野。果たして、平野自身はサエコの告白をどこかで見ているのでしょうか。告白を